紙芝居、謎のヒーロー、スーパーカエルマンを読みます。今日は、その2。その1。あ、これその2ですけど、いいですよね。あ、ごめんなさい。あ、本当だ。やってみましょうか。これで。これです。あ、はい、1番入ったら。1枚。はい。1枚だけその2でした。じゃあ。謎のヒーロースーパーカエルマンその1。東西東西、さあさあご用途お急ぎでない方は寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。これから始まるのは玉の井のカエルのおじさんが作った謎のヒーロースーパーカエルマンのお話だ。演じるのはなんて言ったらいいんだろう。お兄さん。カエルが大好きなフレイクさんです。良い子の坊ちゃん、お嬢ちゃん、昔の坊ちゃん、お嬢ちゃんだった皆さんも、いらっしゃい、いらっしゃい、さあさあ、始まり、始まり、ドドン。で、手前を引いていくんですね。はい。はい、そうです。ここは、カエルがたくさん住んでいるカエル村、水田池が真ん中にあって、みんなのんびり暮らしていたのです。ある日のこと、アマガエルのアマちゃんは、母さんガエルに頼まれて、村のミミズ牧場へお使いです。春の川はキロキロ行くよ。と、その時、森の梢から突然現れた一匹のカラス。真っ黒い大きなカラスですね。アマちゃんはびっくり仰天。今までこの村の周りにはカラスなんていなかったのです。もう怖くて腰が抜けてしまいました。すると弱い者にはめっぽう強い。カラスはクロスケという名前で。カッカッカッカー、どうしたちびすけ、怖くて本当に腰が抜けやがったか。あーあっはっは、動けないアマちゃんをカラスは面白がって蹴っ転がして遊びます。キャー、助けてー、ケラケラー、ポンコロコロポン、もう一つポンコロコロポン、ケラケラー、こりゃあ面白いカエル転がしだ。あはははかか。そしてしばらく遊んで飽きてしまったクロスケは、ふん、カエル転がしにも飽きたか。どれこいつを食っちまおうか。煮て焼いて食おうか。ぐったりして身動き一つできないアマちゃんに、カラスのよだれがたらーりたらりとかかります。ああ、カエルのアマちゃん絶体絶命。アマちゃんの運命やいかに。と、その時、空高く、とどろく、謎の笑い声。ケーロケロケロケッケッケー。小さな子ガエルをいじめる不届き者め。天に代わってお仕置きだ。カエルパンチを受けてみよう。ビフ、風を切る強烈なカエルパンチ。ガツーンと一撃、目から火花が飛び散ります。クロスケはギャーカー、ぐるぐる目を回してバッターン。ケーロケロケロケケケッケー、勝利のおたけびが森中に響きます。息を吹き返してあたりをキョロキョロ見回すアマちゃん。あ、あなたが私を助けてくださったのですけどか。うなずくカエルマンに、もしかするとあなたが噂に聞くスーパーカエルマンさんですかけど。そう、私はスーパーカエルマン、弱き者を助けるために天より使わされたのだ。
とうとうこの池の周りまでカラスの群れがやってきてしまった。これからはもっともっと気をつけるんだよ。はい、スーパーカエルマンさん。キロキロ。アマちゃんはしっかりと答えました。ですが、まだフラフラしています。歩けるかい？そう言うと、カエルマンはアマちゃんを軽々と抱き上げ、にっこり笑って空へ舞い上がりました。どうれ、水田池を一回りして、家に送ってあげよう、ヒューン！アマちゃんは初めて空を飛ぶので、もうワクワクドキドキです。さっきの恐ろしい出来事など、どこかへ吹っ飛んでしまいました。わー、すごーい！水田池ってこんな形をしていたのねー。ケロケロー。遠くに逃げて帰るクロスケが見えます。お母さんガエルに無事アマちゃんを送り届けたスーパーカエルマンは再び空へ。ケロケロケロケケケケー。ようやく元の平和なカエル村に戻ったようです。夕日に向かい、風にマントをなびかせながら、この村の平和は私が守るケロ。スーパーカエルマンは改めて胸に深くその言葉を刻み込んだのでありました。続く。